ブレーブス GM 時代フランクリン・イーレンは、アメリカ合衆国、フロリダ州セントピーターズバーグ出身の MLB、アトランタ・ブレーブスの元ゼネラルマネージャー。1977年にモントリオール・エクスポズに外野手として入団。瞬速の外野手として期待されたが、打撃が不振で、A 級止まりで1987年に現役を引退した。引退後、 エクスポーズにスカウトとしてフロント入り、1988年に31歳の若さで就任し、後にマイアミマーリンズ、デトロイトタイガースで GM を務めるデイブ・ドンブロースキーの下で GM 補佐に就任。育成部長、スカウト部長を経験していないレンにとっては意外な大抜擢だった。その後、 1993年に新規参入したチームマーリンズの初代 GM にドンブロースキー、GM 補佐にレント当時球団フロント陣としては異例の若手二人体制で注目される。拡張ドラフトでは常に他球団の主力を多く集め、西武ライオンズで主砲だったオレステス・デストラーデを獲得。常に主力を狙う視線はニューヨーク・ヤンキース並みと評されるなど新球団なのに、 金は大丈夫かと心配される声もあったが、新設年度はナショナルリーグ東部地区で7チーム中6位だった。1994年は予算を縮小を余儀なくされ、主力を補強できず地区が再編されて5チームになった。リーグはストライキもあって再開に終わった。翌年からは順位を上げていき、オーナーのウェインハイゼンガーが、金のことは考えるなの,の大号令の下、 徹底的な補強路線にシフト。弱小球団はもちろん、強豪チームからもトレード、FA で主力を補強し、補強市場を荒らす、高補強につながり、1997年のワールドシリーズを制覇した。1998年にボルチモアオリオールズの GM だったパッド・ギリックの辞任を受け GM に就任した。1990年のナショナルリーグ祭。 ヤング賞投手だったダグ・ドレーベックをはじめ、おじいエン、1993年のワールドシリーズでサヨナラ本塁打を放って、トロントブルージェイズのワールドシリーズ連覇の立役者、ジョー・カーターを補強。結局大物補強をしたにもかかわらず地区4位に終わり、シーズン終了後に解任された。解任理由は、オーナーのピーター・アンジェロスの現場介入で補強を、めぐって、抗論となり、 シーズン終了後、ギリックが作ったチームをお前がすべてぶっ壊したとまで、言われた挙句大喧嘩になるという散々なシーズンだった。1999年にアトランタブレーブスのフロント入り、前年の大失態で自信を失ったレーンを温かく迎え入れたジョン・シャーホルツ GM のもと、補強方法やファーム方式、育成方法を一から学び直した。2002年のドラフトでは、 当たり年と言われる指名で大成功を収め、GM 特別補佐に就任。2006年の王朝崩壊でチームは再編を余儀なくされ、2007年にシャーホルツの球団社長就任に伴い、GM に就任。9年振りの GM 復帰を果たした。2007年オフには、手法としてチームを支えたアンドリュー・ジョーンズを失い、トレードで刷新を図るも、 2008年は72勝90敗で4位に終わった。しかし2009年に先発の補強が最優先を合言葉に積極的に補強。かつての王朝の威厳を復活させた。2013年はジャスティン・アプトンをトレードで迎え入れ地区優勝を果たす。2009年から2013年にかけての5年間の勝率は NL1 位、e、であった。 2014年9月22日に解任された。2015年9月25日にボストンレッドソックスの球団方針副社長に就任した。9年のハビアー・バスケス、11年のマイケル・ボーン、13年のジャスティン・アップトンと効果的な大型トレードを複数成立させる。若手を FA 前の安い段階で囲い込むことを得てとし、2014年にフリーマン、 シモンズ、キンブレル、テヘランの4人と一挙長期契約を締結。在任中のブルペン防御率は MLB1 位。ウェーバークレーム等を効果的に活用することにより、安価で強力なブルペンを長年にわたり維持することに成功した。ツールに優れた選手を発掘することにたけ、キンブレル、最高の遊撃手として名高いシモンズ等をドラフトで指名。E4 においても、 オジー・アルビーズやロナルドアクーニャといったブレーブス新時代の核と期待されるインパクトプレイヤーを獲得。ありがとうございます。